キャリアを2番ゲートに回せ。予備のパックも乗せとけよ。キャリア2番ゲートへ移動。予備パッケージ搭載完了。決闘だ。ノエル様。相手は編入生だって。戦術試験区域までの経路オブジェクトなし。圧巻を許可します。本当によろしいのですか。レディングが死ねば息子のグエルが婚約者として確定する。決闘ごっこが白紙になる前にやらねばな。起爆は出港から10分後にお願いします。デリング、長い付き合いも今日で終わりだな。戦術試験区域の環境設定情報入手。これより補正問題なし。バイオインフォ識別完了。パーメットリンク良好。 KP001 グエル・ジェターク、ディランザ、出るぞ。だね。エランは見ないのか。興味ない。あんな田舎者の決闘を受けるなんて。瞬殺してやるさ。俺はドミニコスのエースになる男なんだからな。来たか水星女。こっちも派手っすね。ロゴも見当たらない。ハンドメイドかな。これより双方の合意のもと決闘を執り行う。勝敗は通常通り相手モビルスーツのブレードアンテナを折った者の勝利とする。両者交換。あれ、お姫様じゃん。お姫様じゃないの。ミオリネさんがどうしてフェアリアルに。あ、スレッタさん、どうしたの。何のつもりだミオリネ。なんだってみんな勝手に決めるの。これは私の喧嘩よ。生意気な女だ。いいさ、お前じゃ俺には勝てないって分からせてやる。グエル、決闘相手の変更を了承するのか。了承する。勝敗はモビルスーツの性能のみで決まらず、操縦者の技のみで決まらず、ただ結果のみが真実。フィックスリリース。武器は？素人にモビルスーツが扱えるかよ。あと2分。人の人生勝手に決めるな。経営戦略家のお姫様が勝てるはずないじゃん。身の程を知れ。お前はただのトロフィーなんだよ。あれ、あと侵入者だと。誰だお前は。制限速度を超えています。スピードを落としてください。なんでニカの名前が人助けかな。何すんのよ。返してください。はエアリアル、私のです。あんたには関係ないって言ったでしょ。だったら自分のモビルスーツを使ってください。何これ、喧嘩。エアリアルはたかがじゃありません。私とずっと一緒に育った私の家族なんです。は？家族？責任なら勝って果たします。私とエアリアルはあんなのに負けません。あんなのだと。シャリク、決闘相手を再変更だ。了承しよう、セセリア。はいはい。田舎者の無知を修正してやる。前、お母さんが言ってました。逃げたら一つ、
進めば2つ手に入るって。は？逃げたら負けないが手に入ります。でも進めば勝てるっていうの。勝てなくても手に入ります。経験値もプライドも信頼だって。なんだ、お前は。時間だな。ジェターク CEO。 今さら止める気か。いえ、ご子息が決闘に敗れました。ん？今デリング総裁を殺めてもイオリネ城の婚約者はグエル様ではありません。相手は誰だ？グラスレーか、ペイルか。いえ、それが。あの、勝ちました。そうみたいね、スレッタ・マーキュリー。この衣装は決闘の勝者ホルダーの証よ。そして私の婚約者の証でもあるわ。言ったでしょ、そういうルールだって。でも私女ですけど。彗星ってお堅いのね。こっちじゃ全然ありよ。よろしくね、花婿さん。